とね、ヤンちゃんもいるよ。あ、なんかすっごい昔に、すごい昔と、なんか初期さ、ヤンちゃんとサクとレイで3人でさ、ショッピングモール行ったことなかった。懐かしい。行ったことあった。違うんだよ、だって3人でさ、あれ行ってたんだよ、ずっと。どこ行ってたの？いただいたから、焼肉だ。そう、焼きそうだ、もらった券で焼肉行ったんだ。ずっとさ、3人で行ってたんだ、うん、行ってた行ってた、焼肉仲間だったね。ね、焼肉仲間っていうか、ご飯仲間だったよね、3人で。行ってた行ってた。でもなんか、今みんな何してるんだろう。私はもう、昔はさ、お休みの日はさ、遊ぶ体力あったけどさ、今はもうさ、一人で映画見に行くさ、家でゴロゴロしてるから一緒一緒。そうだった。昔はね、時間がいっぱいあったからね。そうね、今はもう家から出ないもんな。そうなのよ、貴重な休みよっていう気持ちになっちゃうんだよね。古い焼肉仲間ですね。古いご飯仲間ですね。出たね、そういえば。